はい、こんにちは。今年の春はやばかったということでですね、うちのお庭の様子今日はお見せしようと思っています。3月の急な寒暖差、10度以下の日が続いたと思ったら、今度は20度以上、25度以上、あまりにも気温の差が激しすぎて植物がうまく育たなかった、もう最悪の場合枯れてしまった。4月になると今度は梅雨みたいに雨が降る、もう毎日毎日雨雨雨で蒸れちゃってお花がうまく育たない、最悪枯れちゃう。そうすると植物って弱るとどうしても害虫がついちゃったりするんですね。で、害虫がついちゃうとやっぱりそれはそれでどん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 弱っていっちゃうということでですね、うちのお庭の様子も今あまり調子が良くないです。実は秋から動画を撮りためておいて、ガーデンリフォームって言って少しずつ秋のお庭から春の満開のお庭にしていくっていう動画を撮りためていたんですけども、どうしてもお花が咲き揃っていかない、ね、咲くお花よりも枯れていっちゃう、弱っていっちゃうお花の方が多いので、もうそれはありのままにお伝えするしかないかなということで見ていただこうと思います。例えば秋からお花を始めたばかりの方とか、春からお花を始めたけど全然うまく育たないって方もしかしたらいると思うんですね。お花をやめたくなっちゃうとか、なんだろう、センスないのかな、自分ってちょっとお花育てるの向いてないのかなって思っている方いるんじゃないかなって思うんですよ。ですけども、ちょっと今年の冬に関しても気温が低すぎた、春になったら寒暖差が広い、雨が多いっていうことで、たくさんの方が同じような失敗してると思うんですよ。ということで僕の失敗、お花の様子、調子が悪いよっていうのも全部、もういつも通りね、全部お見せしたいと思います。ということで見ていきましょう。行ってみます。どうぞ。さあ、ありのままをお伝えするのがやっちゃんのようです。当然春夏のお花に関してはこれから育っていくので元気なんですよ。ただですよ、こう春に満開のに、あれ春に満開になる予定のお花たちがもうね、調子が悪いんですよ。これがまたラナンキュラスラックスは単純に終わりを迎えてきています。もう少ししたら球根を掘り起こそうかななんて考えながら、ちょっとどこから見ていこうかな。あ、本来ね、ここはすごく綺麗になる予定だったんですよ。スーパーアリッサム、どうですか皆さん。やっぱり寒暖差だったり、なんか雨続きでしたよね。今年の春はね、農家のおばあちゃんも言ってたんですけども、やっぱり異常だなって言ってました。本来今の時期だったらまだスーパーアリッサムね、ここ咲いててもおかしくないんですけどもね、今のところはちょっとお花が少ないで、こうやって弱ってしまったものがすごく多いんですよね。で、スーパーアリッサムはまだまだこれからだから諦めなくていいです。はい、もう一花咲かせてくれると思います。でですよ、またこれラベンダーもちょっとおかしくなってしまって弱ってます。高温多湿ですね。寒暖差だったり高温多湿だったり、これもうこんな感じ、株元はこうですね。はい、ここはノースポール植えてあったんですよ。だから風通しが悪くなっちゃったから余計ちょっと下葉の方がね、腐ってしまった、枯れてしまったっていう感じなんですけども、それにしてもですよ、お花がね、雨っていうのもあるし寒暖差も効いちゃったのかな。結構ね、こんな感じでうまく育たなかったんですよ。で、加藤チャンネルのともくんとちょっとお話ししたんですけども、チューリップがうまく咲かなかったと。出てきた時からもう変な感じ、枯れちゃいそう、枯れちゃうような感じでチューリップが出てきて咲いてくれなかった。そう、うちも一緒なんですよ。ダブルデッカーをやって球根コンテスト応募しようかなって思っていたらチューリップが咲かなかったんですよ。で、こんな年は当然初めてね、初めて、おかしい。で、ちょっとここはすごく大切にしてて
僕も楽しみにしていたんですけども、以前にもねここお見せしたんですけど、マーガレット完全に倒れました。本来だったら丸くなってて綺麗なはずだったんですよ。はい。でマーガレットもね、今年はうまく咲かなかったかな。皆さん一緒じゃないかな。冬はすごく寒くて、よし今から春本番だ、マーガレット頑張るぞって思ったら、やっぱり寒暖差、あとは雨ばっかり、高温多湿、うまくいかない。でこちらはアリッサムね。アリッサムって本当本来春になるとすごくね、わさわさ茂ってくれて綺麗になるんですよ。これは通常のアリッサムなんですけども、お花が咲かない、で弱っちゃうから害虫が来るんですよ。抵抗力なくなって、で結果今年はね、もしかしたらアリッサムは終わってしまうかもしれません。スーパーアリッサムは強いから夏越しできる可能性があるし、まだ咲くんじゃないかななんて思っているんですけども、アリッサムはちょっとダメかもしれないですね。っていうぐらいひどいんですよ。こんなことはなかったの。ここもスーパーアリッサム。スーパーアリッサムってすごく丈夫で、去年僕が動画出したのをね、覚えている方、見てくださっている方たくさんいると思うんですけども、もうこうやって蒸れちゃった。こんな。だから枯れた部分だけカットしようかどうか今、ね、まあ、枯れた部分だけカットしようかなっていうことを考えています。はい。で、ここはね、ビオラとかノースポールが植えてあったんですけども、やっぱり同じようにパッカーンって真ん中開いちゃって、あ、ダメだこりゃってことで、本当だったらスーパーアリッサムと一緒にこう満開の様子をお見せしたかったんですけども、ダメでしたね。抜いちゃいました。ノースポールとか。ビオラの一部で、こちらのスーパーアリッサム、こんな感じ、リアルにお伝えすると。で、これマーガレット、マーガレットも僕の大好きなお花で、春にここ咲き誇るはずだったんですけどね、このなんだろうな、見た目の雰囲気でちょっと違うなっていうのがわかりますよね。ちょっと違うんですよ。満開になる前に、これも寒暖差のせいもあるし、おそらく雨のせいもあるし、急激に暑くなっちゃって、マーガレットにとって心地のいい温度っていうのがなかったんですよ。とにかく10度から15度前後か。15度前後の温度って、パンジーとかビオラとか、マーガレットとか、春のお花にとってすごいいい気温なんですけども、まあ、ダメ。ちょっとここのスーパーアリッサムもね、疲れちゃってますね。本来だったらこう全部真っ白になってて綺麗なはずなんですよ、時期的には。オステオスペルマム、花がら摘みをしてないっていうのがあるんですけども、それを含めたとしても元気がない。で、結構地植え全般良くないんですよ。で、こちらは虫の被害。シュウメイギク植えてあるんですけども、ノースポールが周りを囲んでいたんですね、ここ。だからやっぱり風通しが良くないってね、いうのはこういうことなんですよ。風通しが良くないと中が蒸れてしまう。あとは害虫とか病気の住処になっちゃう。で、結局、周りのノースポールを抜いたら、シュウメイギクが、まあ、こんな感じですね。芋虫がね、たくさんいました。ポロポロポロってたくさん落ちてきて、うわ、食べられた。ってことで、まあ、植物全般なんですけども、風通しをよく管理してあげるっていうことも、すごく、こう、重要だなっていうのを感じさせられた。時だったかななんて思って。
ね。一方こうやって綺麗に咲き始めてるお花もあるので、オルレア、オルラヤ言われますよね。うん、いい感じです。これから咲いてくれますね、どんどんね。そんな感じなんですよ。ビオラはね、ちょっと徒長もしてるし、つぼみの上がり方も悪くなってるし、なかなかこう花がら摘みをねサボっちゃったかな。雨も多かったし、なかなかできなかったんですよ。で、花がら摘みやっても大雨降っちゃったり、なんか大風、春の嵐みたいなことが多くて、すぐにね花が傷んじゃう。だから花がら摘みがちょっと追いついてないかなっていうね。こちらバーバスカ、綺麗に咲いているお花ももちろんあります。はい、ということでですね、本当春に向けてずっと頑張って育てようって思ってたお花たちが思いのほかうまくいかなかった。刺し芽で増やしたボンザマーガレットかな、こちらね。春に一気に大きくなりましたね。この株はまだ期待できるかな、何事もなければね。で、僕が一番ここ本当お見せしたかった場所はここの景色なんですよ。寂しいね。ちょっと違うな。本当は一面真っ白だったんですけどね、予定はね。はい、ただちょっとつぼみがまだ控えてるから、スーパーアリッサムにはもう一か、もう一花咲かせてくれると思っていますので、はい、こちらはこちらでもうちょっと頑張ってみようと思ってます。ビオラは終わりかな、終わりかな、てな感じで。これがラナンキュラスラックスの株元、うどんこ病出てますね。ラナンキュラスすぐうどんこ病になるので、もう今更これお薬とかかけるとかもやってもお花は終わりになってきていますので、放っておこうと思います。で、地上部がある程度枯れたら球根掘り起こして、球根掘り起こしてみようかななんて思いつつ、でここで頑張ってくれていたマーガレット、ほらスーパー綺麗だったマーガレット、お花のピークは終わってきたかな。で、若干ぐったり、ね、ぐったりもしてきてるから、そろそろ終わりかななんて思っていますけども、はい、季節はね、だん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 本当に移り変わっていきますので、今回例えば春にお花失敗しちゃった方、思うようにいかなかったなーって方いると思うんですけども、諦めないで、みんな同じだから。気候がちょっと、気候がひどかった、こんな春は初めてですっていうね。で、ここも本当はね、真っ白にスーパーリッサムでなる予定だったんですけども、まあ、こんな感じで。で、先ほどパッカーンってなってしまったマーガレットは今こんな感じだ。こうね、もうこうもたれかかってきちゃいましたね。本当はもっと上だったんですよ、シャキッてなってたんだけど、っていう感じでね。まあまあ、園芸やってるとね、いろんなことがありますありますので、本当に本当に諦めないでいいから。自分が悪いんじゃなくて、春の気候が悪かった、で冬が寒すぎた、なのでもう失敗してください。失敗は大切な経験、失敗しないと何事もね。失敗があるからこそ今がある、失敗があったからこそやっチャンネルがある。え、いいこと言った、いいこと言ってないね。はい、そんな感じなんですよ。
ダメだねこれアリッサム。冬を越えてさ、これからだなと思ってたらほら、うん、これ枯れちゃったのよ。ダメダメ。で一方ほらヒューケラとかね、綺麗なお花もありますし、まあそんなもんですかね。はい、いいこともあれば悪いことも同じぐらいあるし、悪いことがあればいいことも同じぐらいあるんですよ。これ本当だから、本当よ。やっちゃんが今まで順調に来てたと思います？まあ、順調ですけどね。あ、嘘ですよ、いろいろあるよ、人ですから。で、あのなんか変なこと話し始めちゃった。クレマチスピール去年買いました。で今年植え付け動画出したのがマダムジュリアコレボン、すごいいいって、いいって言ってました。橋本さんがおすすめだって言ってました。橋本さんって誰って言うでしょ。はい、で3年目のカリブラコアだったりね。で、あ、スーパートレニアね、冬越ししたのがね、どん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 大きくなってきてます。こないだ肥料を与えました、ハイポネックス。あとはやっチャンネル、バラも少し育ててます。実はね、バラはすごーく勉強したんですよ。で、バラのアーチとか作ったりとかいろいろやってたんですけど、結局地植えにしてしまうと潮風ね、潮風食らっちゃうので結局うまくいかないんですよね、どこかの時点で。だから今ね、バラはすごく減らしちゃって、まあ鉢植えで細々とやっているんですけども、スーパートローパーっていう品種ですね。このオレンジ、蛍光オレンジ、なんかすごいなぁなんて思って買ったんですけども。で、コメリさんで売っている298円ぐらいだったかな、ステップアップローズミニバラどうしましたってコメント昨日いただいたんですよ。で、僕はコメント全部読んでるんですね。で、いいねボタンももちろん僕がコメント読んで、いいねボタン、ハートマーク押してますんで、あ、やっチャンネルのチャンネル登録、いいねボタンお待ちしてますので、いいねボタン押すのサボらないでくださいサボらないでくださいね。はい、で HF ヤング、こちらクレマチスになります。こちらも去年植えました。もうちょっと伸びてもよかったかなーなんて思ってますけども、はい、まだまだいけると思います。これはいつかな、1年ぐらい前かな、バラの植え付け動画出しましたけども、ちょっと花びら傷んでるかな、雨風がいけなかったのかな、ね、でもまあまあ順調に育ってますね。はい、そんな感じで、例えば秋冬、特に秋冬、あれ、春のお花失敗してしまったかなって方いると思うんですけども、これからのシーズン、ペチュニアとかね、マリーゴールド、日々草、トレニア、いろんなお花がまた出てきますので、負けずに負けずに、諦めないで頑張ってきてください。頑張っていきましょう、一緒に頑張っていきましょう。はい、たくさんの動画出していきたいと思いますので、コメントお待ちしております。綺麗、お花はみんな綺麗、スーパーチュニア強い。ありのままをお見せするのがやっチャンネルでした。はい、ということでですね、ね、皆さんいろんな風に大変な思いしてて、うまくお花が育たないって方いると思いますけども、普通今年の春はおかしいから、自分のせいじゃないよって思っていただいて本当に大丈夫ですね。畑やってるおじいちゃんおばあちゃんいますけども、やっぱり今年の春はおかしいって言ってるし、僕自身もこんなに、なんだろう、思うようにいかなかったっていうのは本当に初めて、これ本当だから。で、おまけよっ、去年カトチャンネルと対決したぐんぐん大きくなるカリブラコアの14号鉢ね、冬越しして今こんな感じなんで、このまま植え替えずに育ててみて、どれだけ、おお、どれだけ大きくなるのかなっていうのもちょっと見ていきたいと思います、鉢のまま。
14号鉢すごいね。やっぱり冬越しした苗は出だしが早い。なんか病気とかね、害虫持ち越しちゃう場合があるからそれだけが不安なんですけども、何もなければこのままちょっと育ててね、大きくチャレンジしてみようと思います。はい、そんな感じで今年の春はやばかった、これマジですから。ということで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、いいねボタン、いいねボタンポチって押すだけですからね。なので押してくれると嬉しいです。ということで、にゃんこのコーナーがありますので見たい方だけ見てください。終わろうと思います。それではバイバイ。にゃんこのコーナー始まっ、あ、フライング見つかっちゃった。でも本ちゃんカリカリとさ、カリカリご飯と東京のチュールどっちが好き？東京のチュールとカリカリご飯どっちが好き？気づいてないな。おっ気づいた。ご飯があるじゃんよ。やっぱチュールってそんなに美味しいの？ほんちゃんチュールの CM に出ればいいじゃん。ちょ、いいんじゃない？チュールの CM 結構貢献してるんじゃないの？わかんないけど。ね？で、お父さんはお花の CM に出るから顔出しでね。で、ほんちゃんはチュールの CM。そしたらさ、親子で出演じゃん。すっげえじゃん。有名人じゃん。ちょっとさ、YouTube すごい。ちょっと待って、ちゃんとにあげるから。ちゃんとあげるってば。落ち着いて。ポンちゃん、寒暖差で体調崩さない？どう？大丈夫？その辺。ポンちゃんまだ若いもんね。まだ2歳？今度3歳になるんだよね。もうチュールなーいない。こっちこっち。ちょ、これなーいないだから。これ。ほんちゃん、お座り今日やってないじゃん。ほんちゃん、お手！お手？それ、お手か。なんか、奪い取った感があるぞ。ほんちゃん。あ、これ。100均の道具だけで、100均で揃えたものだけで、ペチュニア育ててるって動画出したじゃないですか。いいよ、今のとこ。オルトランとかベニカで、ほら、虫対策やりたいんだけど、一応今のとこやってないです。100均だけだから。本当はやりたいけど。で、化成肥料撒いてあげたから、一応肥料の補給ね。ってやってますけど。一回り、二回り大きくなったんじゃないかな。楽しみね。またお伝えします。2ヶ月後ぐらい。もうちょっと待ってね。ほんちゃん美味しいね。ほんちゃん夢中だね。じゃあさ、それ食べ終わるからさ、こうしてにゃんこはって言ったら画面から消えていくんだよ。ほんちゃん一番上手だから。大丈夫？まだ残ってるな。じゃあ先にやっちゃうからね。こうしてにゃんこは自然へと帰っていきました。おしまい。それでさ、本当ににゃ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 ってさ、過去の動画見ると1年以上前から言ってるんだけど、本当ににゃ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 って何？僕43歳ですよ。そんなお父さんね、見たことないと思う。はい。ということで、本当にニャ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 。ほんちゃん、フェイドアウト。ほんちゃん。画面から消えるやつ。それ。天才。おしまい。